はい、どうも、パチオです。えー、今日はね、あの、昨日なんですけど、あの、動画をね、ちょろちょろ見てたら、なんか、ゆっくり黒歴史上人物っていうやつが出てきて、で、僕、それのタイトルに、ちょっと、聞き、見覚えがあってね、あー、最強のメラさんだーって、まあ、最強のメラさんっていう YouTube やってる人が、 <laughs> あの結構いろいろ黒歴史上人物っていうのをゆっくり解説してるんでああその人だと思ったらねあの全然違ったんですよでそのまあでもね編集もしっかりされてるし最後まで見たんですけどまあゆっくり竹中平蔵だったんですねでまあわからんでもないっすわあのー、ね派遣っていうものがあかんって思ってる人も、ね、世の中にはいますからねまあ、うん でも僕の場合はその派遣で助けられたっていうことがあるもんであのだからね世の中で今悪人のように扱われている竹中平蔵と小泉純一郎のラインが僕にとってはそのもうどうしようもないあの年収100あの150万の生活から抜け出せた あの主、主な原因なんで。だから僕的にはちょっと感謝してるっていうとこもあるんで。まあ人によって立場は違うんだなっていう。で、まあ最強のメラさんじゃなくて、えー、っとね、なんで名前いるチャンネルうん、まあ、どうだ。チャンネル登録者数、ああ、952人。もうすぐ1000人だね。まあそういう人なんだけど。えー、っと、 ああ、その、多分ね、その、黒歴史上人物っていうやつをやったおかげでね、最強のメラさんのファンの人におすすめが行きまくってんだろうね、この、めちゃめちゃこの、持ってる動画の中ではバズってる。<laughs> 奥の手使っちゃったね、丸パクリするっていう。で、ね、僕はね、どういう生活をしてたかっていうとね、あの、23歳の段階で、 えっと、月収12万5千円でした。で、年収で150万。で、ただ僕10代の頃からその生活をずっとやってきて、まあこれでいいやって思ってたんですね。あのー、まあ9時から仕事して、5時に終わって、で、もう、ね、あの寝落ちするまでずっとゲームして、で、 寝落ちして朝になって、また仕事が始まると、ちょこっとゲームして。<laughs> で、徒歩0分。<laughs> その生活ずっと続けたいと思ってたんですね。あの、もう僕は早死にすると思ってたし、長生きするつもりもなかったんで。ただね、その、まあ、二十歳過ぎてくると、まあ、夢みたいなことも言ってられないじゃないですか。 そんな早死にするったって、俺どうやって死ぬのって自殺する勇気もねえじゃんって。で、なんならむしろ人よりも頑丈な方だよね。病死もないよね。じゃあどうするのって。で、俺このまんま12万5千円でいいのかなって。まあ、ちょっとした不安に思ってたところに、あの友達から、お、派遣来ないみたいな。 <laughs> あの、お前来てくれたら紹介料で1万円もらえるんだけどって言われて。で、どのぐらいの収入になるのって、いや、俺で20万ぐらいみたいな感じで。いや、だからお前も来たら普通に20万もらえると思うよって。って言われて。で、まあ、それで考えたわけですよ。で、まあ、そこの会社にずっと居続けて12万5千円で、 まあ仕事的にはね、楽だったし、ただそれで一生大丈夫なのかっていうのはずっと思ってて。でまあそこで思い切って変わってみようっていうことで。で、ただ普通の会社だとさ、あのやっぱりね、僕中卒で働いてて、で23歳、特に資格もなんもなし。あのまあ雇ってくれるわけがないんですよ。 ただ、派遣っていうものがあったから、あの、もう誰でもいいから来てくれ、みたいな。なんならちょっと我慢強くて真面目なやつがいい、みたいな。なんか、いないかみたいなことを聞かれて、あ、そういや、あいつおるわ、っていう風になんか、紹介したらしいっすさっていう、感じで、呼ばれていった、まあ、ね。某、トヨタ合成なんだけど <laughs>、あの、派遣で入ってたんだけど <laughs>、 まあね、人からすりゃきつい仕事なのかもしれないね。有機溶剤とか使ってたし。で、まあ、匂いも結構きついし。ね、塗装の関係なんで。なんだけど、僕的には別に大したことなかったんですね。で、まあ、昼夜逆転する生活なんで、体力的にはちょっときつかったかなとは思うけど、でも土日休みだしね。まあ、それを思えば、ね、調整に一日使えば何も問題もなかったし。 ってなわけで、あの、12万5千円から、いきなり、まあ最初の年に、えー、っと、だから20万かける、えー、っと、12の、だから240万ぐらいか。まあ実際には250万超えてたと思いますけど。で、まあそのまんま、あの、ずっとずやり続けて、まあリーマンショックの時にね、切られちゃったんですけど、まあそれは仕方ないですよね。うん。 それは会社の都合的にももうね、その、もう雇えないのは。まあそういう時に切るために、その、派遣を雇ってたっていうところもあるっすからね。だからそれ、俺特に恨みないですね。で、その、辞めた年には、だいたい年収で言うとね、400万ぐらいになってます。まあ順調に昇給,昇給して、だから最初は時給1000円でスタートだったんですけど、 ん、あんと、どうだったかな ?1400 円にはギリギリ届かないかなぐらいの給料だったっすね、最終的に。<laughs> あのー、で、それってさ、それこそ、あの、現場仕事とかやってて、飛びとか続けてたら、まあ、そうやそのぐらいもらえるようになるんだろうけど、まあ、その当時、僕、ひょろひょろだったし、外仕事なんか全然やるつもりなかったっすからね。で、それ、工場でそんだけもらえるような可能性ってないんすよ。 あの、正社員に入りゃね、それはボーナスもあってっていうような。だけど、ね、その、就職氷河期みたいな言われてる、こと言われてる時にね、中学卒業したばっかのやつが、働きに出たってね、そんな、そんな仕事があるわけないですよ。俺、バイトを募集したら、バイトで、あの、大学生しか募集していないって言われて、ガチャ切りされたこともあるですからね。あの、うん、中卒じゃダメだったらしい。どんなバイトしてんだろうっていう感じだけど。<laughs> っていうことを考えると、あの、派遣会社っていうもんがなかったら、その竹中平蔵が、なんかいろいろ制度をいじくり回して、まあ自分が儲かるようにしたんだろうけど、それがなかったら僕って、ね、今も何をやってたかわかんないですね。まあ結局、リーマンショックで会社切られた後、 ね、嫌がってた現場仕事に入って、まあその後現場でちょろ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 して、今300万ちょっとぐらいかな、年収は。な、これ以上上がる見込みはないですけど、まあでも、まあお金もそうだけど、まあ仕事にだいぶ楽しみもちょっと見つけてきたし、まあ仕事以外でもやりたいこといっぱいあるし、まあ結構ね、充実した41歳を迎えてるんですよね。まあ、あの、とか特にないんで、独身、独身でこれからも、 まあ、のタれ死ぬまで精一杯頑張っていくとは思うんですけど <coughs> いや。そういうこと考えたら、やっぱ、あの、俺的にはその小泉さんも竹中さんも、まあそんなに、ね、あの、毛嫌いするようなもんでもないなっていう。まあ自民党信者っていうのもあるんですけどね。あの、その人はね、なんかその解説してた人はどうやら令和、令和新選組あたりを、なんか推薦し、 あの推奨してたね、なんか新しい政治家に票を入れるしかないみたいなことを言ってたからね、あの動画の中でも。あー、令和の人かーって、なんか、最後の最後まで聞いたら、そんな感じになったんですけどね、あと、その竹中平蔵ってね、あの検索したりするとね、あのいろんな人出てくるんですけどね、あの社民党系の,あのオリーブの木とかね <laughs>。 <laughs> あと、共産党とかね。なんかそっち系の左側の人ばっかり解説してね。やっぱり、あの、ほとんど、まあ最近なんか堀江門が竹中さんと会談したとかで、なんかそれが結構上の方には来てるんだけど、でもまあ基本的にあの竹中平蔵って、もうすごい悪人扱いされてるんでね。まあそういうのに結構感謝してる人もいるよっていうか、まあ俺はむしろ感謝してる方だし。うん。でね、 あのー、まあ、これ次回とかにしようかな。あのー、で、派遣がなかったら、あの、お前ら正社員になれた、慣れたのかよっていう、そういう話を一応続編でおいおいやっていこうかなと思います。あの、絶対ね、派遣になってた連中ね、社員になれなくて派遣になったんじゃないよ。派遣になりたくて派遣になってるから。 逆にいや、あんなやつを正社員で使う、あんな奴らを、まあ俺も含めてだけど、正社員で使うのはどうかしてると思うっていう <laughs>、その、どうかしてる派遣社員たちのお話を、まあ次回、次回なのか次次回なのか、まあ俺今日中に多分動画としては撮ると思うんだけど、それをやっていきたいと思います。じゃあ、ジェワーってなって、髪型。 まあさ、あのー、ちょっとね、僕、歯が欠けてたり抜けてたりして、滑舌悪いんですけどね、J1 はないな。では、終わりにしたいと思います。以上、パチオでした。バイバーイ